皆さんどうもお疲れさんです。ハンベイです。パパです。アンチャーテッドエルドラドの秘宝、続きをプレイしていきたいと思います。お願いします。はい、サリーと2人で遺跡を探検した後に、黄金の痕跡を追ったらなんと船にたどり着いたということで、ヤマト、ヤマトではない。うん。まあ中にちょっと行ってこいということなんで、まあサリー泳げないからね、まあネイトが代わりに中に入ることになりましたんでね。早速行くぜ。はい。この船は直接船に乗り込むことはできないんだよな、確か。そうそう、あれここじゃなかったっけ、あれあれ、あ、こっちか。 U ボートの中に入るにはあの崖を渡らなきゃいかんようだ。だって分かってるよ。あー、これはあれか、スイングのこうだな。はい、右左右トゥーで、はい、こっちですね。はい、あー、これちょっと難しいかも。いいよ。あ、違う違う違う、ジャンプジャンプジャンプ、はい、で今度はこっちか。あっ、一発で行きたかった。はい、運動神経いいよねこの人。うん、こんなの波の人じゃ落ちちゃわないよ、気をつけろ。落ちちゃう、おしまいだ。落ちちゃうよ。うん、本当落ちちゃうわ。はい。ああ、すげえ、マジで興奮するな、こういうなんかジャングル見てるとマジで。このなんか滝が落ちてくる感じいいよね。滝越しに鳥たちが。めちゃめちゃなんか野生を感じる。うん、あんまり共感してもらえなかったようで。うん、お家が好き。引きこもりだからな。うん。ま、気持ちは分かる。でもソラの行きたい国は、なかなかワイルドだよ。あ、そうなの。どこに行きたいの。エジプトと。エジプト。うん。ほうほう。トルコ。そこからトルコ。直接 U ボートの中に。あとカンボジア。おー、ワイルドですね。確かに、うん、なかなかワイルドだ。うん、それこそもう遺産とか遺跡系みたいのよ、はい、あー、じゃあ笑えるね。だメッキエジプトのピラミッドのトルコのカッパドギアで地球と地下帝国と、なんかひどいことがあったようだ。船中打ちだけで、カンボジアのアンコールワットが。なんだって？はいはいはい。気になるね。じゃあアンチャーテッドの世界観は割とそんなに嫌いじゃないんだよね。嫌いじゃないよ。ね。うん。遺跡系だし。うん。高まる。ね。うん。さあ船に侵入しましたけども、クモの巣がすごいですね。これは連打だったんだっけ？硬い。硬いよ。よくこんな錆びたところ。はい、でどんどん下に。おっと、お亡くなりになってる。新しめ、新しい。いやだ、ぐちゃぐちゃ言ってるなんか大丈夫。よく触れるよね、ほんと。
あ、金貨だ、金貨。お宝だ。はあ、これはどこで手に入れたんだ、ゲルマンの英雄さんよ。教えてくれよ。ゲルマン、なんでゲルマン。ゲルマンって何。ゲルマンって民族だよね、よ結構前の。大量のスペイン金貨がポケットに入ってるクルーがいた。うん、なんかヨーロッパ。だがコインには見たことのない造幣局のマークが入ってる。本当か。ドイツのお仲間には秘密があったみたいだ。系の。なるほどね。まあその辺はね、僕はちょっと額がないので。なんか、うん。またどうせこれ回すんだろ、分かってる。移住民族だった気する。あ、移民なんだ。うん、なるほどね。まあゲルマンの英雄ということは、そうだ、謎にそういうちょっとしたの好きだからな。まあだから知識はあるんだろうな。何なんだろうね。いや、ないだろう。なるほどね、なるほどね。私の口癖って言われるけどよく、うん、あんまりめいちゃん話聞いてないよね、なるほどねって言ってる時つって、うん、なるほどねと確かにで終わらせてるから。今ネイトも言ったけどな、なるほどねって、うん、俺が憑依したのかな。そうだね。あ、マジか。うわ、船長室に着いた。なんと船長もいる。どういうことだ。とんだサプライズだぜ。ああ、殺されたみたいだな。めった刺しにされて。めった刺しにされてんのこれ。嫌な船だ。うん、気味悪いな。財布は。冷てえ親父。よく触れるよな。うん。まさか。なんか彼にこれなんか殺されたんだとしたら。信じられない。ああいう地図は逆に見落とされていってるのかな。そういうのが目的だじゃないのかな。わかんないよね、ちょっとね。うん。重要そうな地図だよね。つながり、そうそうそう。何をもってこの船が襲撃されたのかとか。うん、サリー、信じられねえぞ。最後のページが見つかった。フランシス教もドイツ人も同じお宝を追ってたようだ。その宝の在りかを示した地図を見つけた。なんと、メイト、今度も無駄足になっちゃわないだろうな。今回こそお宝をゲットしなきゃ。俺は、なきゃ何。サリ、サリ、サリ聞こえるか。サリ、サリバン、サリバン、やっぱ海外だとサリバンっていう名前の人は愛称サリーとかなのかね、みんな。そうなるんじゃないね。うん、サリー、サリーが心配だ。早く戻ろう、急いでねえと。重い。おお、ああ、おい、やばくないか。やべえな、これ。行けよ。ダッシュだ。怖かったぜ。サリー、大丈夫か。さあ、こんにちは。誰。調べる指示。サリー、大丈夫か。私はローマンだ。あんたのことは知ってるし、聞いてね。ずいぶんと威勢がいいな、ビジネスの相手に。ローマン。さあ行け。触るなって。手は上げたままだ。上げてるだろ。は、実は君の友人には貸しがあってね。それも大金だ。そんな時に君らの宝探しの話を聞いた。一生に一度のチャンスだというじゃないか。実に興味深い。だが前にもそんな話を持ちかけてきた奴がいた。嘘で固め口先だけ。私を騙そうとしてね。いや、おっさん、話が長えんだよ。ナバロ君、やめなさい。ナバロてめえ。
忘れねえぞ。レワンの限界が来たようだ。もちろん君があの中で何かを見つけたというなら、ことによっては私の気も収まるかもしれないがね。すまん、我々の会話は聞かれてた。地図を渡せ。ゆっくりだ。マジかよ。ドイツ軍の地図がエルドラドとどんな関係があるんです？あんなのがここにあるのは変だろ。ドイツ軍もお宝を狙ってた。その地図が全ての鍵だ。これで満足だろ？そうだな。だが私を舐めるとどうなるか。おいおいおい、やめろ。ネイトは関係ない。欲しいものはやった。弱い者いじめか。上等だぜ。それもそうだ。だがけじめだけはつけてもらう。じゃあ待て待て、いいかローマン。こいつは何も関係。おー、サリー、てめえなんてことを。サリー、いやー、さっきの魚雷か。うん。あー、サリー、くっそー、置いてくしかねえのか。やだ、やばい、痛い痛い痛い。いやー、あー焦るとこうなるんですよ、私。はい、逃げるぞ。痛い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 、まずい、やばい、ちょっと待って。おい、はい、逃げるよ。そしてここで、はい、逃げろ逃げろ。おお、驚いた、冒険家さん。エレナ、いて。ああ、私を置き去りにするからよ。こんなとこで何してんだ。運の悪い墓泥棒たちに密着することぐらいできるわ。いきなり殴りかかった。めちゃめちゃ怖いよね、この人。でも、まあ、こういう仕事だからちょっと強くないとダメだからな。本当だ、逃げなきゃ俺たちもヤバい。そんな、ごめんなさい。銃は持ってるよな。もちろん。よかった、じゃあ行くぞ。そうだ、逃げるぞ。一緒に逃げよう。さあ、どっから来たの？こっちか。おっと、いるいるいる。あいつらを通すな。ああ、見つかっちゃった。はい、後ろに目玉ついとるんか。本当だよ。オッケー、いいよ。はい、許しやな。よっしゃ、オッケー、いいよ。あー、この頃はまだ2発だったんだ、敵。なるほどね。必ず銃撃に巻き込まれる人ね。お前だって狙われてんだぞ。はい、武器はね、 AK ですね。アサルトライフルなのかな、これは。 AK？ AK 出た。お前ずるいって、それ。待ってるから絶対分かってるじゃん。何それ。おい、撃つけどね、俺は。はっ、こんなもんよ、俺にかかれば。はあ、じゃあ今後死なずにいけると。任せてくださいよ。捕らえたぞ。言うてもね、私はあの任せといて、うん、あ、痛い痛い痛い。などこ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 、ね、あ、いる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 。はい、オッケー。おっと、こんなところにアイテムが。あれ、金貨の杯。金貨、なんだこれ。あれ、ちょっと待って、あの、ごめんなさいね、あの、皆さん、これ僕ら初見じゃないんですけど、なんか気持ち悪いやつだったよね。おっぱい隠してる。初めて拾って、前回見落としたってことか。そうかもね。あー、なるほどね、こんなのあったんだな。よく周りを見ましょう。基本銀色だった気がするね。拾ってたの。あんなお宝っぽいお宝初めて見た。まあ周りはよく見ろってことだな。そうだよ。まあそれでいつも怒られるんですけどね。まあゲーム性の違いだよね、それ。しょうがない。オッケー。はい、はい、はい、離れるな。こっちだ。ああ、なるほど。よし、何？オッケー。なめんじゃねえぞ。
パワー。ほら、とにかくこの場所は何なの。この場所長くなるから後で教える。離れないでエレナ、教えてあげるから。勝手についてくるよ。俺ダメなんだよこういう NPC とかさ、あんまり離れるとなんか心配になっちゃうんだよ。勝手についてくるよ。ああ、ソバさん結構そういうタイプだからさいつも見ててドキドキ、 NPC 大丈夫って思っちゃう。勝手についてくるもんそういう仕様だからそうだよな。うん、さてまたいるんじゃないか。いるね。はい、分かってる。階段は強いんだろ。いた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 。どこ？OK。なんだ？なに？うまい。よし。OK。あれさ。ん？あの上の火のやつ撃ったらパチパチしないの？場所の問題？場所の問題かもしれない。うん。対馬もあるから、かがり火って。ああ、そうなんだ。うん。いい思いを伝すね。まあ、言うてね、こういうゲームはソマさんの方が得意なんですよ、本来。そんなことはないよ。私、あんまり。ラスアスのグダグダさを知ってるでしょ？あんまりさ。やばい！はあ！銃で撃ってどうこうするみたいなのはあんまり得意ではないんだよな。私もだよ。いやでもそれはね退屈しないわね。俺よりは頭下げとけ、すぐに攻撃してくるぞ。そうかな、うん、あ、エレナ大丈夫か。焦ってるね。心配するなよ、俺が守ってやるからな。うん、こっちか、ね、はしごを登って丁寧に発煙筒みたいなの置いてあるからな。そうそうそう、これ意外とあの親切だよね。うん、道筋が分かるっていうか。これはどうせいるんだろ、うん、分かってるよ。さてマシンガンで一網打尽にしてやるぜ。おい、ほらほらこんなもんよ。どこだ、ね、ああ下にいるのか、ね、オッケー、やったか、やったのか。やったっぽいね。ははー、来い、おいこっちだ。エレナおいで、エレナさっさと来いよ。なんでそんなこと言うのよしょうがないじゃない、女の子なんで。いてていてていてて、うわお前小鳥になって来い。やめろやめろ。オッケー、いいよ。あーまだ来てるね。オッケー。あーあーもったいない。あ、やばいやばい。よし、待って待って待って。お、モノクロ現象がやばい、ちょっと待って、これ一回出ないと。遠すぎない？うん、ドレイク、あ、ドレイクって名字みたいな。ネイトの名前じゃないの？あ、ネイトが、あ、ネイサンドレン、ドレイク、ネイサン、うん、多分ネイサンドレイク、ドレイクネイサンじゃないでしょ多分。うん、ネイサンドレイク。ハンベイみたいな。ハンベイ。うん。ソバ。バ。意味わかんないけどね、それに関しては。うん。親のいじめかな。親のいじめだな。どう考えても。おい、そばにいろ。よしよしよし。行くぞ、そばにいろよ。エレナ、おいで。メイビーボーイ。メイビーボーイ？うん。どういうこと？テルマでしょ？テルマ？奴らが来た。
何それ、いった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 、おー、どこ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 、見えない、見えないよ、見えないって、平気よ、え、透明人間と繋がってる、もしかして、よし、車線を見るんだ、車線を、オッケー、まだいるね、オッケー、待ってよ、痛い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 、ちょっと待って、弾ちょうだい、弾、ああ弾がない、あいるいるいる、ちょっともったいないですかね、うんうん、こっちだと思う、ええ、こっちよ、どっち、どっちエルナ、教えて、こっちか、あ、車だ、はい、これちゃんとね、葉っぱで隠してるからね、偉いよ、派手野郎は俺に惹かれるらしい、派手派手カラーだからすぐ分かる、車体がな、記憶力は可愛いけど、 UK2642 覚えたか、何なの、 U ボートにあった座標だ、おそらくエルドラドはそこにある、エルドラド、やめて、問題はサリーを殺した連中もこの場所、汚いこと言うのやめて、そう、スペイン人は宝を受けてその地図の島へ持ってったんだ、それをフランシス千代が追った、すぐ向かいましょう、はい、私は番組を、あなたはご自由に獲物を、もう数字忘れたわ、2642、おい、これはバケーションじゃないんだぞ記憶力でマウント取っていく、お気遣いいただかなくても大丈夫、うん、あなたには貸しもあるしね、そうだった、そういうことだ、そうだった、私たちは失われたエルドラドの秘宝を追って、また撮ってるよ、太平洋に浮かぶ小さな島へと導かれています、まあ仕事だからな、近づいてみよう、うん、しょうがねえか、俺たちが一番乗りだといいが、果たしてエルドラドの伝説はこの島に本当に実在するのでしょうか、待ち受けてるのは何か、間もなく全てが明らかにされることでしょう、これで番組の視聴率もうなぎ登りだわ、仕事できるね、おお、今一体何なの、対空砲火だぞ、最低だぜ、最低だぜ、大変、火がついてる、カメラ回してる場合か、取られた、飛び降りなんて、パラシュートどこにあんのよ、探すなら今がチャンスだ、わ、確かにこの映像を持ち帰れたら相当スクープだよ、これってまだ使えるの、そりゃ飛んでみりゃ分かる、あなたやったことあるわよね、もちろんだ、ただ飛びゃいい、飛べ飛べ、3つ数えて紐を引け、さあ行け、ゴー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 、あなたは今はまだ無理だ、先に行け、一回やってみたい、こういうの、いや超怖いでしょ、何してんだ俺、パラシュートを引っ張って失敗したら終わりだ、でも今インストラクターの人ついてくるでしょ、あ、まあそういうところだったらね、あの旅行先とかでね、あ、やってみたい、エルナよりレイとかビビってんだよ、うん、かわいい、あ、そういうの早い、かわいい、めっちゃ焦ってるよ、おお、怖いね、うん、ゾウかよ、都合よく引っかかって助かったんだな、鼻開いてたけど主人公補正ってやつですね、これモブだったらもうあそこで死んでるから、ね、死んでるよ、うん、くそ、どうした、メモ忘れた、命は狙われるし、地図は燃える飛行機の中、おまけにエレナはおそらく死んだ、最高だ、いいスタートだ、
なるほど。エレナはおそらく死んだということでね。どうせ生きてるよ。最後にイチャイチャしなきゃいけないからどうせ生きてる。まだわかんないだろ。というわけで飛行機が墜落して、うん、一人になってしまったところで一旦ここでね動画を終わりたいと思いますので、はいはい、ここまで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。